みなさんこんばんは、りさです。えいちゃんです。イエーイ、めっちゃ久しぶり。今日は何をやってくれるんですか？うん、メイクをお互い交換するのってどうかなっていうあれです。そういうやつです。そういうやつ。というわけで今回は A ちゃんが私に韓国風のメイクをしてくれるということです。じゃあ早速お願いします。お願いします。エッチェのオイルブロックベースはすでにしてあるので、はい、はい、その上からベースメイクからやっていきたいと思います。はい、お願いします。アルマニーのパワーファブリックファンデーション、アルマニーの多分一番新しいやつなんだけど、ほうほう、これ私はこれがダブルウェアより崩れない、崩れないと思う。すごい。そうなんだ。色味は多分これが2番かな。そう、2番です。2番、感じ、はい、はい、これ私の大好きなスポンジで、オリーブヤンチョクチョクパップっていうスポンジです。わかんない、もうバリバリ韓国語なんで。本当だね。うん、でもオリーブヤングでこの青いスポンジめっちゃ有名なんで、うんうん、あ、そうなんだ。そうそう、じゃあ韓国行けばあると思います。本当。ちなみにこういうスポンジってクレンザー何使ってる？厨房用の洗剤。おお、普通のお皿洗う用ってこと？そうそう。おお、私が絶対信じないコスメが2個あって、1個目はまつげ美容液。覚えてるよ。と言ってたよ、ね、もう1個はブラシクレンザーっていう、うん、そう、ブラシクレンザーより厨房用の洗剤が私結構落ちるよ。そう、この色味でちょうどリサの大丈夫？うん、目元用のコンシーラーでこれ使います。うん、これ韓国でも日本でも多分売ってないと思います。メイベリンのエイジリオアインドコンシーラーのピンクのやつです。うん、へー、肌色系じゃなくピンクで、うんうん、これもともとスポンジやったんだけど取っちゃった、うん、あー、いらないと思って。確かに取ったら普通に取れて、うん、こっちの方が使いやすいかなと思って、うんうんうん、これほんと大好き。崩れないし、フィットしてくれるし、こういうやつです。うん、適当に根元とかちょっと明るくしたいところに乗せて、うんうん、おでことかハイライト的にもちょっと使います。はい、でスポンジで、はい、今こんな感じ。すでに明るいよね、でも。うん、はい、はい、混ぜ混ぜます。シェーディングに入ります。おお、もうここでシェーディング入るんだね。ここでシェーディング入ります。はい、エチュードアースのプレイ101スティックの11番です。はい、頬骨のところと、うん、顎ラインに引いて。あんまりシェーディングがっつり入れないんだよね。こう結構入れましたね。はい、入れました。はい、あとスポンジで叩き込みます。はい、私は大きいものからこう締めていきたいタイプなんで、多分シェーディングを最後に入れる方もいると思うんですけど、私そっちだね。うん、私は大きい輪郭から、うんうん、作っていきたい。そう、私昔絵描いてて、うん、美術系やってて、絵描くときにはだいたい大きいものから攻めていくっていう順番が多いから、この感覚でやってますね。でちょっと首にもつなげます。うんうん、でこれは仕込みのシェーディングで。お、仕込み。まだこれからある。そう、これでもうちょっとクラデっぽくします。はい、これはニシャのとこ、ニシャのものなんですけど、タッチオンコントアパレットっていうやつです。4色入って1個はハイライトなんだけど、こっちの2番目の色が私大好きです。そうだね、そこが一番減ってるね。うん、穴開いてます。普通にでも眉毛描くのとかも使えそう。下のカラーとかだと、うん、もうちょっと濃いから、大きい粗めのブラシ、結構つけるね。うん、粗めのブラシでさっき仕込みとのちょっとグラデを作ってあげる感じで、うん、ほんとなんか絵だね。うん、絵やってる人はじゃあメイクうまいのかもね。なんかそんな気がするね。韓国のビューティークリエイターさんって美大とかの方方が多いよ。へえ、そうなんだ。シンさんも美大で、美大出身で、うん、ラミュクっていう方も美大と、うん、美術系の高校出身で、あとノーズシャドウもこの段階でやっていきます。同じカラー使います。
ゴシゴシじゃなくてポンポンポンってのせていきます。入れるポイントというか入れる場所は全体的に、そう結構鼻も入れるね。うん、メイクにどんぐらい時間かかる普段？私すんごい時間かかる女です。本当？もう朝シャワー浴びることまで含めたら多分出かける準備に2時間半くらいかかります。辛い。はい、では眉描きます。はい、眉はあの今の私の金髪に合うような色しか持ってきてなくて、リサ何使ってます？でも私結構パウダーで描いちゃうことが多いのと、うん、あとはなんかね、別にこれが超お気に入りってわけじゃないんだけど、ロフトが限定のコスメ出してて、それ使ったりしてる。じゃあこれでいい？こう削るやつやりますちょっとね、最近思ったね。これめっちゃスムーズだよね。意外とね、割と良かった。じゃあ、はい、アナスタシアビバリヒールズのブロービーズトープというカラーで、うん、まず形を取ります。これほんといいよね。うん、描きやすい。でも意外とアメリカのセフォラからの配送って早いよ。あ、そうなんだ。1週かかんないかかかるかくらいの、大体1週で届く感じがする。そしてさっきのリザのペンシルの方がもうちょっと濃い色なので、はい、これで眉尻の形に、眉尻だけ、うん、使って形をしっかりとさせます。はい、眉できました。はい、長かった眉毛こんな感じです。結構しっかり描くね。うん、私はもう広い面からなるほどやりたいんで、シェーディング、それからあの眉であのバランス、そうバランス整えて、それからチークが、その次に面が広いので、なるほど、はい、チークはまず仕込みチークです。そう、オピューのパステルブラージャーの新しい色で PK07 番なんですけ ど、 なるほど、もうほぼ肌色にほぼあんまり発色だね、あんまり発色しない程度のピンクです。で、これをまず仕込みに入れる理由は、うん、これで上のカラーの発色が良くなるし、で、上のカラーのノリも良くなるし、うん、これをパウダー代わりにも使ってて、あパウダー代わりのっていう感じもあって、すごく広くのせます。ほぼ全体に、おでことかにも、ちょっと血色まではいかないけど透明感出しとしてこういうところに、普通の韓国の方ってあんまりチーク入れないイメージあるよ。そう、入れないけど、うん、私はちょっとチークをしっかりめに入れるのが好きなんですね。で、これはトニーモリのチークトンシングルブラシャー P02 番のフロリアピンクっていうカラーです。これすんごく可愛い。チークを入れるときにもポンポンポンって、下のベースが剥がれちゃいけないからポンポンポンって薄めに入れました。はい、はい、これで終わりです。チークは、はい、そしてアイメイクに移ります。お、やっときましたよ。アイメイク、やっとアイメイク、私の大好きな MAC のプロロングウェアペイントポットのパーキっていう色使います。これを下地代わりに使います。プライマーとして、まぶた全体に指でのせます。はい、これが私が今まで使ってたどんなアイプライマーよりこれがいいかなって思って、うん、毎回ちゃんとアイプライマーやるんだね。これを入れる入れないによって変わる。そう、アイシャドウだけじゃなくてアイラインもちょっと違いが感じて、ピンチっぽい色、うん、そうだね、うん、うん、適当に入れてキラキラのアイシャドウを使います。はい、ベージュチューっていうところのアイシャドウ、うん、初めて聞いた。あ、これ韓国のネットショッピングのブランドなんですけど、まあ、一応店舗もあるんだけどネットがメインっていうイメージかな。チューっていう韓国のショッピングモールからのブランドなんだけど、
インブリとかスタイルナンダも、うん、あ、そっかスタイルナンダっていう感じかな。あ、このスタイルナンダってサイトからネットショッピングから3コンセプトアイズとかのブランドが出てるんじゃん、うん、そんな感じのブランドです。はい、全体的に入れて、はい、スタマブタにもこれ涙袋に使うとめっちゃ可愛い、うん、コレンコーズっていう韓国ネットブランドからの、うん、ウォーターグリッタースティック01番のドゥベっていうカラーです、うん、でちょっと手の甲に試してみて、うん、ひんやり、冷たい、ひんやり、すごい、夏向け、そう、すんごい冷たく、なんかひんやりする感じ、本当にウォーターグリッタっていう、うんうん、このキラキラはもう本当に私はダイヤモンドパウダー、うんうん、メイクアップフォーエバーのものとすんごい似てるような、すんごい可愛い。ピグメントよりもこっちの方が粉落ちなく使って、うん、そうだよね、ピグメントって結構粉落ちしてすごい、うん、これをまぶ、涙袋に使います。本当に冷たい、うん、ブラシで目尻だけに使います、うん、アイライナーはブラック使います。今日はミシャのカラーグラフアイペンシルミスターブラックっていうカラーです、うん、大丈夫ですか？大丈夫じゃないですアイライン引かれるのめっちゃ苦手なんだよね。休み休みやります。はい、全然大丈夫いつもメイクにどのくらい時間かかる？10分10分あれば十分。ああ、あらまあ便利だわ。え、なんか毎日するメイクはもう本当にシンプル、便利だわ。まつげの間埋める派？埋める派。あんまり？私はあんまり埋めない派、クレンジング大変だから。ああ、なんか結構私ビューラーしっかりしてまつげがっつり上げるとさ、隙間が目立つんだよね。うん、そういうタイプだね。そう、私はあのコメントでよく上のまつげライン浮いてますよ、白く浮いてますよっていうコメントは、うん、来るんだけど、うん、私的にはクレンジングの方に中央性がいってるから。なるほどね。埋めましょうか。いや、大丈夫です。夫、いつものクレンジングをしやすい感じの優しさいいじゃん。じゃあアイラインをペンシルでやったから、はい、その上から濃いめのアイシャドウでちょっと動かします。はい、ぐちゃぐちゃになっている形もこれでなんとかごまかせます大事大事、そういうの。そしてまだまだアイメイクなんですけど、私ペンシルを使うのが大好きで、うん、またペンシルなんですけど、これは皆さん知らないブランドかと思います、はい、韓国のコスメブランドです。セレビューっていうブランドからのアイペンシルです、うん、はい、これを目尻に使うと、うん、お湯見てくださいね。目尻のここに入れるのが私は好きで、はい、でもこれがあのサンプル商品、え、なんか開発中のサンプル商品で、うんうん、めっちゃ気に入ってるんだけど色の名前がわからないっていう、書いてないの、うん、それをもらって、うん、そんな感じです色はわかりません、はい、ラスティングカラーアイライナー、うん、WP の300番のちょっとキラキラ、ピンク、そう、キラキラのピンクを下の粘膜に入れます。はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です粘膜がちょっと白目っぽくなるので、なるほど、そう、大きく見えるよと、大きく見せて、私がもう最近すごい色々塗るやん、ハマってるのがこの紫のペンシルを下の粘膜の中央だけに入れるのが好きで、するとなんか黒目が もうちょっと明るめに見える感じがして、これを下の粘膜の黒目
中央だけに、うん、見るとちょっと感じが変わってくるので、このアナヒーのペンシルも新しいやつなんだけど、うん、これは私はアイラインじゃなく粘膜用だと思ってる。すごくハードで、おー、うん、わ、意外とこの普通にお肌につけるとあんまり発色しない感じかな、うん、ハードすぎて。粘膜につけるといい感じ。そう、かなりいい感じで、うーん、らしいです。そんな感じです。はいはい、だいぶだいぶできてきましたけれども、はい、はい、まつげです。はい、ビューラーして、はい、シュー上村のビューラー使います。いつも何使ってる？なんか資生堂、特別気に入ってるってわけじゃないんだけど。うわ、すごい。で、片目をやってからは必ずティッシュで綺麗にしてから、はい、うん、ついちゃうから。そう、特にここらへんね。わかるわかる、うん、地味にね。あ、マスカラは、はい、2個持ってるんですけど。お、何これ。これペレペラカラのマスカラです。ほんと大好きなんだけど、リサどう、最近あのマスカラ使うときにマスカラでなんか目がちょっとチクチクするっていうか刺激的に感じるっていうことある？塗るときに、うん、塗るときじゃなく、うん、あんまりない。 あんまない、うん、じゃあこっち使います、はい、ペレペラのもの。ペリペラ、はい、なんかすごい面白い形状。あれ意外となんか普通だ。ブラウンだった、ブラウンだった。私黒でやりたい。え、自分で持ってきたやつでしょこれ。あ、いや、これの黒のバージョンも、うん、このブラウンのパッケージしてって。あー、分かりづらいんだ。そう、じゃあ残念ながら変更いたします、うん、まあ心のふるさと VDL のウォーターバーム使います。聞いた。結局戻るのはウォーターバームなんだよね、私の場合は。あるよね、そういうの。心のふるさと、うん、一時期歯間ブラシでよくやってなかった。うん、やってた。でもめんどくさくて。そうだよね、もう2時間ぐらいかかるのに、さらに歯間ブラシやっちゃうと、うん、もっとかかっちゃって、一日中メイクばっかやってる感じだから。やめたんだ。そう、上向いてください。はい、こんな感じでアイメイク完成です。こんな感じです。日本の方から見るとかなり濃いめ、濃いと思う。そう、うん、思われるかも。うん、割とすっごい濃くはないけど、うん、結構濃いめ。そう、あ、最後に仕上げ入れていい？ん？仕上げ入れていい？おー、このキラキラ使いたいです。キラキラめっちゃ好きじゃん。そう、これはアーバンディケイからのヘビーメタルグリッターアイライナーです。これめっちゃオーラっぽい、めっちゃ大きい粒々の。ほんとだね、キラキラ見たいよ。これ使うとめっちゃ写真とかで盛れるよ、盛れるよ。うん、あとはハイライターです。アワーグラスのハイライターです。うーん、この色の名前呼んでくれる？どれ？日本語で読むの超難しい。どれ？そうそう、ストロボライティングパウダー、はい、のこういう色味なんだけど、うん、なんでこれ入りで、なんとかそういう感じの。難しい。鼻先と、うん、私はハイライターあんまり全体的に入れるのが好きじゃなくて、うん、鼻先とおでこと、うん、唇の上のところと、うん、顎のところにポイント的に入れるのが好きです。そしてそしてリップ、リップ入ります。来ました。リップまでやってきました。パッケージで分かったところが。ああ、そう、リップこれ使いまーす。スリーコンセプトアイズからの超落ちないリップです。わお、これ多分私が使ってみた全てのリップの中で一番落ちない系のものです。すごい、うん、でまずは 3C ダーツタトゥーリップティントっていう商品なんですけど、イエイオアネイっていう色を使います。え、でスポンジでちょっと叩いて、これすごくオレンジっぽい色です、うんうん、これを全体的に入れていきます。はい、素早く、手早く、素早く、手早く、ブラシで、はい、こんな感じで一時のリップを塗って、うん、
あ、これ1時なの？1時です。やばリップにめっちゃ時間かかるんだ。リップ時間かかります。そして同じものの、コマっていう一番濃い目の色を唇の中央に入れます。グラデリップに仕上げます、はい、2時終わりました。はい、おお、確かに濃い目になりましたね、うん、なった。はい、これから3時入ります。まだあんの？すごいな。3時としてトーンへのブース重ねます。びっくりした。これポンが好きなやつじゃない？そう、ひんやりするやつ。完成です。おー、完成、ありがとうございました。いやいやいや、すごい、涙袋というかここら辺のキラキラすごいね。うん、めっちゃ漏れる写真で。漏れる漏れてる。リップも濃いね。この色流行ってる結構？あ、別に、うん、流行ってると思う。まあ人によるけど最近ハマってます、うん、おー、私は最近ハマってるものでメイクやってみました。結構真面目の濃いめだね。うん、で、うん、私って日本のチャンネルと韓国のチャンネルあるじゃん、うんうんうん、で韓国のチャンネルのメイクと日本のチャンネルのメイクちょっと変えてんだ。変えてんだ。韓国のチャンネルのメイクのまま日本のチャンネル撮っちゃうとメイク濃いですとか言われるから。なるほど。そう、日本のチャンネルはもうちょっと抑えめっていうか薄めのメイクして、逆にまた薄めのメイクを韓国のチャンネルの方で見せると薄いって？薄いじゃなくて、なんかあんま変わってないよって、うん、そう、あ、そういうコメントが多いので。なるほどね。変えてますけれども、このメイクが私の韓国のチャンネルの方で、会社員 A チャンネルのメイク、そう、うん、なんか反響が良かった。なるほど。メイクです。ありがとうございました。いえいえいえ、どういたしまして。すごい、初めてだね、実際にやってもらうの。うん、だよ ね。意外とお互いやってあげるっていう企画があったよ ね。そうそうそう、うん、すごい、いつもやらない感じの顔だ。特に目元かな、日本もだけど、うん、全然普段単色とかだから、うん、こんな感じで。というわけで今回は A ちゃんに韓国風のメイクをしてもらう動画でした。でした。で、 A ちゃんの方のチャンネルでも今度は私が A ちゃんに私が普段やってるようなメイクをするっていう動画をやっているので、はい、そちらもぜひチェックしてください。この顔から変わっていきます。この顔から変わっていきます。最後まで見てくれてありがとうございました。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。